ライブ。うん。写真。写真。OK。じゃあ、3、2、1お願いします。はい。3、2、1。FM ギヌワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組ですが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ツイキャスもやっております。お、沖縄大好きさん、はい、沖縄大好きさん、キムクルラジオゲストでこんばんは、チラまさかのお隣のスタジオで美女の掟に急遽ゲスト出演なうそうなんだよかったよかった、うん、いいね、うん、楽しみましょう、うん、なんせ今日はクリスマス。そうね、まあ一応言っときますか、メリークリスマスと。メリークリスマス。はい、現時点はね12月の11日月曜日なんですけれども、はい、はい、今回放送日が、うん、本放送の日がね、うん、12月25日まさしくメリークリスマスの、メリークリスマスです、はい、となっておりまして、まあ YouTube でね、うん、いつもこのラジオをお聞きの皆さんは、夏実さんはなんかトナカイみたいになってまして、そう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 、はい、ちょっと今日トナカイみたいになってる、うん、僕もねちょっと収録前のお手洗いから戻ってきたら、うん、なんか知らんけどサンタ帽みたいなの用意されててかぶらされてますけれどもカチューシャをね。そうです、はい、なんか去年もね多分俺なんかこれかぶらされたような記憶があるんだけれどね、本当なんか浮かれてるみたいになってますけれども、浮かれてる浮かれてる浮かれましょう、はい、メヘラジオ第65回って言ったっけ。65回、そうですね、第65回の、今回は収録となっております。うん、はい、ほんでね今日はね、うん、まあね、こういうマジでややこしいんだけれども、うん、僕ら12月11日収録日のね、はい、はい、午前中から今日は動いてまして、今日パッタパタ動いた、はい、7時半ぐらいにはもうお家出てね、バタバタ、うん、朝のね、はい、南城市にある知念小学校の方に行ってきまして、はい、精神疾患、心の病気って何だろうっていうことをテーマに、うん、小学校3年生を対象にね、一クラスを対象に、うん、心の病気についての、うん、劇を披露して、うん、講話をね、うん、やってっていう形で、活動してきまして、はい、はい、その辺のお話もちょっと、メンヘラトークの方では、していけたらなと思いますので、OK、はい、夏実さんは劇でね、はい、ちゃんと演じましたのでその辺もお聞かせいただければ、はい、はい、では、後半もよろしくお願いいたします。メンヘラトーク静かなる、はい、メンヘラトークのコーナーでございます。はい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしております。で早速ツイキャス来てます。はい、ヤンキチさん、はい、ケイタさん、夏実さん、メリークリスマス。あ、ヤンキチさんメリークリスマスメリークリスマスローさんこんばんはって。あ、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます沖縄大好きさん、はい、僕のクリスマスプレゼントエピソード、小学生の頃にもらったゲームキューブ。お、ゲームキューブ。ゲームキューブって何回ね、なんだろう、要は据え置きのゲーム機なんだけど、うん、スーパーファミコンとかファミコンとかってあったじゃん、うんうんうん、でプレイステーション、うんうん、で
任天堂だったかな、ゲームキューブは。ああの四角型のさ、なるほど、はい、なんていうのかな、据え置き機といいますか、うん、ちょっとあったの記憶にあるかも。ゲームキューブいいな。いいね。うちは持ってたその据え置きのゲーム機で言ったら、今までやってきたのはファミコン、スーファミ、プレステ1、うん、プレステ2、うん、任天堂64、うん、ゲームキューブ触ったことないや、そういえば俺。ないゲームギアしかない。ゲームギア、またなんかちょっとマニアックな方だな。ゲームギア、その話多分マフィア梶田さんあたりが喜ぶよ。ほんと全然広がらないかもしれないけどそうね。はい、では冒頭の方でも話しました、今日は知念小学校3年生を対象にした、うん、劇の方を披露してきたわけですけれども、はい、まあ僕らがやったというかね、まあ、うん、なんていうのか、この7月ぐらいから、うん、県内で活躍されていますチームスポットジャンブルに所属している、うん、俳優の、うん、島袋さんと、うん、夏子さん、はいはい、彼らをなんていうのかな、講師に迎えて、うん、僕らハピワンのね、うん、地下津のメンバーにね、うん、指導をしていただくというか、うん、はい、演技指導を含め、うん、もう本当に演劇のイロハのイの部分かな、うん、多分すごい、うんうんうん、初歩的なことを、もう本当に初歩的な部分をね、うん、僕らは全く演劇の素人なんで、そうです、それを教えていただきながら、うん、今日まさに今日ね12月11日に向けて、うん、4ヶ月、約4ヶ月ぐらいだね、うん、練習を重ねてワークショップと ね、 やったね、やってきたね、はい、やってて今日発表会みたいな感じだったっすよ、はい、本番を終えたところなんですけれども、うん、で一応演じる役が3人いて、うん、まあ、ハピワンメンバーがね7名いたんですけれども、うん、僕がねちょっとこれまでのワークショップとか、うん、演劇指導を受けてきて、まあ、僕も自身もね演劇指導を受けてきたんだけど、うん、見てきて、あ、この人にこの役やってほしいなっていうのを、俺がなんかキャプテンのごとく、先発は誰誰みたいな感じで、ね、うん、選んだね、選ばさせていただいて、うん、夏美さんと、残り2人、そのうちの1人は、うん、メンヘラジオでもねたびたびメッセージを送っていただいてるつかぽんさんもう演じていただいて、今日回ってきましたね、3人にねちょっと今日は劇の方を、していただいたんですけれども、うん、夏美さん今日は演じてみてどうでしたか。楽しかったあのね、思ったより小学生の反応が良くて、うんうん、なんかもっと質問とか出ないかなって思ったんだけど、うんうんうん、劇院の内容を軽く説明すると、うん、泣いてる男の子がいて、うん、泣いてる子がいて、教室の中で、ね、教室の中で、うん、でその子を励ます2人がいるっていうような感じでやったんですけど、流れとしてはね、うん、話して、どうしたのって声かけて、どうしたのって声かけてね、なんで泣いてるのって、そうそう、聞いても理由を言わない、ちょっと恥ずかしがって、うん、であるいは嫌がって、うん、それでどうして泣いてると思うみたいなのをこの客席の小学校3年生に投げかけるわけです、ね、うんうんうん、それでレスポンスがね返ってきたからね、うん、なんか安心しました。そうだね、で、うん、その、まあ、流れ終わりというかね、まあ、あらすじと言っていいのかな、うん、流れとしてはその夏美さんたちが一生懸命ね、うん、小学校3年生の生徒たちの力も借りながら、うん、慰める、うん、でその一生懸命慰めてるうちに、最初は理由を言いたくなかった、うん、泣いてた子が、うん、じゃあちょっと2人だから話すけどみたいな形でね、うん、話して自分の悩みをね、うん、打ち明けて、まあ、結果解決には至らないんだけど、その悩みの、ね、解消には至らないんだけど、うん、話すだけでもちょっと気分が軽くなったっていうところでね、うん、じゃあ次体育行こうぜって言ってはけていって終わりなんだけど、うん、まあ、伝えたいメッセージとしては、うん、不安とか悩みがあれば誰かに話すことで、うんうん、心が楽になるから、うん、一人ぼっちで一人でね全部解決しようとして悩んでないで、誰かに打ち明けることで、うん、活路を見出すじゃないけどね、なんかちょっと自分の気持ちを楽にして、うん、行こうっていうね、うん、心がなんていうのかな、できるだけ病まないようにというかね、うん、で
そういった泣いてる子を見たら声をかけていこうねっていうね、で、はい、なんかもちろん病まないってことも大切なんだけど、病まないようにってことも大切ではあるんだけど、病んでも大丈夫だよって、ね、安心してっていうような、俺たちみんな病んでるよって演じてる人たち、そう治療中だよっていうね、私女の子に治療中なのって聞かれたそっかそっか治療中だよって言ってそうね、そうそうそう、はいはい、そういうことをやってきました。はい、楽しかったです。はい、楽しかったです。お疲れ様でした。はい、どうぞ。はい、知念聖也さん、こんばんは。お、知念小学校の話してたら知念聖也さん、はい、知念聖也さん、初めて収録放送を見ています。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか知念聖也さんって聞いたことあるな。先日確か、あ、はい、うん、なんだっけ、デジターコロビーカフェの収録やってた時にいらっしゃったんじゃないかな、知念聖也さんは。うん、いや、だってリアル知り合いに知念聖也さんっていたような気がしてさ。それもなんか先週言ってたよね、先日言ってた言ってた、はい、ありがとうございます。ツイキャスも、うん、パンパン、はい、ではまあちょっと少ないんですけれども、時間がね、はい、メンヘラトーク、今日のテーマ、ちょろっと発表したいと思います。はい、本日のテーマがクリスマスプレゼント。クリスマスプレゼント、はい、大人になって、今、今仮にね、本当にサンタさんからクリスマスプレゼントがもらえるのであれば、うん、何が欲しいですかっていう。何が欲しいかな。はい、何をお願い、サンタさんにお願いしたいして、プレゼントをもらいたいですかっていうところですけれども、ちなみに僕はですね、はい、今だったらそうね、現金って言いたいところだけどね、はい、はい、大人だから大人だから、うん、ニコニコ現金払い ね、まあ、それだとちょっと面白くない。もうリアルなこと言うと、今メガネが欲しい。メガネが欲しい。うんうん、なんかやっぱ洋服とか好きだからさ、うん、なんかその日の気分に合わせていろんな洋服着替えるように、出かける場所とかでね、TPO に合わせて着替えたり、洋服着て出かけるさ、うん、だからメガネも同じぐらいね、なんか変えたいんだ、レパートリーがあって、洋服に合わせて、そう今日はなんかこのメガネかけたいなとか。あは、一時期ね、最大で5本ぐらい持ってたのよ。ほうほうほう、うん、で全部ちょっとダメになっていったし、うん、当然使ってるからね、うん、折れてしまったりとか。絵が、休みのメガネ借りていいよ。いや、あれが合わんさ、視力が、度数が合わないかな。もう一緒ぐらいだと思うけど。いや、俺度数が合わないメガネかけて歩いたらもう気分悪くなる。あ、そうだよね、うん、まあ普通そうだよね。そうなので、まあメガネですね、うん、夏美さんは、ちなみに夏美さんは、はい、エクステがしたい。1万円、まあエクステをしたいので、うん、サンタさん、じゃあサンタさん、ちょっと美容室予約してくれますかお金も払っといてくださいっって、お金も払っといてくださいっていつも言ってる、スタイルボーンバーチでって。ああ、茶壇にあるスタイルボーンバーチで、スタイルボーンバーチ、バーチか、バーチで、はい、そこでエクステをしてさせてもらうと。はい、なんかちょっと生々しいね、うん、なんかね、生々しいやろ現金と同じぐらい、なんか生々しい感じはするけど、うん、でもなんか髪の毛長くさ、そろそろまたなればいいなと思って。あ、そうね、今一生懸命伸ばしてますね。伸ばしてる、はい。あ、ロアさんから来てますよ。はい、お願いします、はい、うん、サンタさんからもらえるならお金かお家が欲しいです。あ、お家、生々しいな、またそれも。ピュアな心が欲しいですって笑い。本当だね、ピュアな心欲しいよね、確かに確かに、ね、だって現金思いついちゃうんだもんね、うん、大人になったら。あ、でも夏美、現金は思いつかなかった。またまたピュアジュラーしてからよ。ええー、ジェスさん、ヤキツさん、はい、クリスマスプレゼント点点リアル健康の一択、面白くないでしょってでもね、健康はわかるね、健康ね、うん、夏本当に、私もちょっと今ね、右のね、足のね、関節がね、うんうんうん、痛いからね、ちょっと関節欲しい。そうね、立ちっぱなしだったりさ、うん、ずっと同じ体勢になったら腰も痛くなってくるしね。腰も痛くなるしね、うん、年齢とともになんかあちこちガタは来てるんで、健康もね、そう、確かにサンタさんが叶えてくれるんだろうね、なんかちょっとランプの魔人っぽくなってきてるサンタさんという、うん、いいね、クリスマスプレゼント、洋服も欲しいし、メイク道具も欲しい、コスメも欲しいね。まあ欲しいものいっぱいある、ね、欲しいものいっぱいあるけど、ね、夏美はエクステやりたいかな。あ、今一番、今一番、うんうんうん、まあケンドさんもね、いっぱいあげたらキリはないけど、うん、今一番、まあなんていうのかな、クリスマスプレゼントとしてもらえそうなのはメガネ。なのはメガネが欲しい。そうそうそう、メガネがね欲しいかな。でもさ、メガネってさ、サプライズであげるの難しくない？あ、まあね、だから
サンタさんにお願いするわけよ。サンタさん、うん、例えば今俺がクリスマスプレゼントにメガネが欲しいって言ってるからさ、うん、まあ現時点12月11日で放送日が25日なわけだけど、うん、それまでにケンさんにメガネあげようって言ってからか、自分の視力に合わせたメガネ作って俺に渡されても、まあなんかいろんな意味でサプライズが来るけど、伊達でいい、伊達、いらんいらんいらん、伊達かけても見えないから、はい、おかしいメガネだってメガネ帰ってくるの忘れたんじゃん今日。いや別にあのいいですよ今日は。これでいいの、はい、これでいいです。これがいいの、髪の毛黒くしたばっかりなんで、そうそうそう、髪の毛黒くした、はい、うん、なんか白髪とかがね目立つようになってきたわけではなくてね、なんかずっと黒くしたいなと思ってたから。そうよね、ずっと言ってたね、はい、うん、黒くしたいって、はい、黒くして、はい、いい感じで今日のさあのさ劇でさ、はい、あのひき肉ですってやってたわけ、はいはいはい、ちょっとさ面白かったよ。あれやってみたら面白いよ。あ、そうなの、うん、でもなっちゃんなんかそういう人を笑わす感じ好きよね。好きだね、うんうん、いいことだと思うよ、ね、すごく。ひき肉ですって俺マジでそれ分からんかったんだけど、中学生 YouTuber の自己紹介だっけ自己紹介、ひき肉ですってひき肉くんがいるんじゃない。ああ、名前が、うん、ああ、なるほどね。その子はひき肉ですってやってるって、はい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 、多分そうだったと思う。あ、そうなんだ、うん、なんかね小学生に受けが良かったよめっちゃ。ああ、だからなっちゃんはね、なんかラジオでも話したかな、あのリール動画とかショート動画をね結構見る人だから、あ、うん、ああいうのって結構さ今流行りのものすごく再生回数が回ってるものとかさ、うん、そういうのが結構多分おすすめに上がってくるでしょうね。そうそうそう、俺も何回かなっちゃんがショート動画見てるの見てさ、うん、一時期リール動画ちょろっと見てたけど、うん、俺なんかリール動画向きじゃないな、ああいうの見てたらなんか腹立ってくる。腹が立つ腹が立つって何なんか分からん、なんかね、なんかちょっと誰に対して俺の体質に合わないはい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは、はい、iOS Android 用ゲームのガールフレンドかっこ仮かな、なんかちょっと、はい、だったと思う、うん、の、オリジナルクリスマス、はい、ゲームでね、なんか音ゲーに、実装されている曲かな、うん、になるんですけれども、これが CD で発売もされてますんで、うん、クリスマスということでぜひ お聞きください、はい、チームメリークリスマスでオリジナルクリスマス。はい、はい、ツイキャスありがとうございます。おロアさん、ボンジュール急ぎん着ですの方が好きかもって。あ、待って、ボンジュール急ぎん着がわからない。同じ中学生 YouTuber の中のあれかな、この方も YouTuber？ うーん、ボンジュール急ぎ着でーすって。ロアさんもなんか感性若いんだな、じゃあボンジュール急ぎ着でーす。感性がもうおじさんになってるから、なんかそういう 若者の流行ってる言葉みたいなの見てたらさ、なんかあーってなってくる。何が面白いんだこれ。あ、ひき肉でーすわ。頭がなんかおかしくなってくる。ひき肉です。なんでそれが面白いんだろうってやったら面白いよ。あ、6名くらいの男子中学生のグループにひき肉がいます。あ、そうそうそう、ちなみにそのボンジュール急ぎん着もそのグループ、そのグループの中なんですか、違うのかな、どうなんだろう ね違う YouTuber さんかな。そうそう、中学生のね、あの子たちがなんか YouTuber がいて、うん、ヤフーのトップニュースは見てるからさ、その子たちがなんか、うん、ソフトバンクの CM に出るっていうのは、うん、なんとなく目にして、あ、中学生の YouTuber がいるんだって。あ、それだよそれ。そうそう、だからそれそれ、ひき肉です。その中にその子たちのだったんだなっていうのを、うんうんうん、知った。あ、で、あと最近だとね、今日一緒にね、行った、うん、ハピワンメンバーの女の子が聞いたさ、うん、なんだっけ、リアルな音声、歌の、シンセサイザー V、 あれでも初めて聞いた時も衝撃だった。今日は、うん、シンセサイザー V、 いわゆる初音ミクとかね、うん、なんていうの、めぐりね、めぐりねるかとか、ああいう、めぐりねって言うんだあれ、うん、ボカロ、うん、ボカロの
なんて要は機械音声の、うんうんうん、もう超進化版が今出ててね、うん、マライア・キャリーのような歌でマジしっかり本当に、そうそうそう、本当に人が歌ってるような、マライア・キャリーみたいな、もうもし気になる人はシンセサイザー V で検索したら多分出てくるんじゃないかな、 YouTube とかでね、うん、あ、ローさん教えてくれてるよ、イソギンチャク、ちょんまげ小僧、うん、右足、ほか、なんだったかな、あとはナマズとパンダって書いてました。どういうことや。その中学生 YouTuber ってことかな。中学生のグループにその中にひき肉もいるのね。ああ、なるほどなるほど、へえ、すっごい名前でやってるね。まあでも、ね、実名明かさないってのは賢いよね。賢いかもね。うんうんうん、そうね。顔は出してはいてもね、うん。でもなんか住所特定とかされてるんじゃない？あんだけ名前が出てる。顔も出して名前も出してるよ。どうしよう。そうだね。うちらはそうだね。うちらはそうだね。なんなら病名もさらけ出してる、ね。病名もさらしてるね。あの集体もさらけ出してるからね。いろんな過去のね。まあどうしましょう。でも人生一回きり、まあなんかどうにかなるでしょう。うん、大人だからね、なんとか、もう何かあった時はなんとかしていくしかないしね。うん。うん、そうだね。はい。うん、まあじゃあそろそろ、終わってジングル鳴らそうかな。うん。はい。知念聖也さん、待って、知念聖也さん。はい。今の学生はわけのわからない言葉作っているよねって。そうそう。うんうん、なんかでも俺たちも多分ね。自分たちが若い頃はやっぱりそういうのがチョベリグとか、そうだね。エンディングでございます。早いですね。クリスマスがもう終わるの？クリスマス終わるよ。やよ、うん、でもまあ時系列的には我々これからクリスマスですけれども、うん、クリスマスケーキは食べたいねって話してますけどね、うん、食べたい。そう、今日ねやっとクリスマスどうするって話してて、食べるものを何がいいって言っててね、うん、シチューにしようってなったんだよね。そうそうそう、シチューにしよう。当日は我々はシチューを食べる予定です。当日というかこの日、今まさに流れてる時、うん、12月25日の放送がやるね、うん、本放送の日の夕飯はシチューを食べてる予定ですね、うん、白いシチュー作りますよ。クリームシチューの、ね、頑張るです、はい、みんな何食べる予定なのかな、だからね、みんな何食べるとか決めてんのかな、うん、出かけたりするのかな、デートに行ったり、やっぱりさ、うん、チキンは食べたいじゃん。チキンは食べたいけどさ、うちはさ多分唐揚げになると思う。まあチキンだからいいんじゃないの。いいっすかね。フライドチキンではないけどね、うん、あのいい、あとはなんていうの、なんか ローストチキンみたいなさ、あるじゃん、ローストチキンみたいな、こういう、うん、骨付きみたいな、そう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 、山賊が食べてそうなやつ、そうそう、ジミーとかでなんかありそうなさ、うんうんうん、ブエノチキンとかあるの分かる。すごそう、ね、丸焼き、そう、丸焼きね。ああいうのは食べないかもしれないけど、なんかねケーキはちょっといただきたいと思います。うん、で23日にはね、うん、あの夏美さんの、なんていうのかな、何漫画、漫画もう届いているはずですので、あ、はい、発注しました。夏美さんの漫画がもう出来上がります。出来上がります。内縄口版ね、内縄口版、日本語版立つ前の内縄口版なんでね、ちょっとややこしいではあるんですけど、そうなのよ、うん、FM ギノアンさんにもね、一冊ちょっと寄贈と言いますか、うん、数がちょっとどうなるか分かんないんだけど、もう いらないって言われても置いていくつもりなんでね、所存で、はい、はい、機会があったらぜひ手に取っていただいて、うん、もしかしたらねワンチャン、うん、12月23日、うん、こっちでねメヘラ女子ね、うん、FM ギノアンさんなんか18時からクリスマス生放送みたいなのやるらしいんでね、うんうんうん、僕らも当日ねちょっと2時から4時まで隠し芸大会がなんかわからない天満肉公民館であるんで、そちらに参加した後にちょっと元気があれば、うん、来ます。FM ギノワンさんの方にもお邪魔して、もしかしたらいち早く、うん、お届けできる可能性が当然あるんで、なんならその生放送の時にねなんかアピールできるんじゃないの、ワンちゃん持ってきていいかな、持ってきたよっつって。あー、チキャス来てます。はい、ロアさんメリクリー。あー、メリクリー、シチューいいですね。うんうん、知念聖也さん、はい、25日はアイドル見に行きます。
クリスマスアイドルと過ごすんだ。じゃいいねいいね。ヤンキチさん、健太さん、夏美さん、来年もよろしくお願いします。あ、本当に、はい、本年は本当お世話になりました。はい、来年もぜひよろしくお願いしますね、ヘラジオ。はい、ロアさん、はい、土日でクリスマスするかもだから、うん、25日は普通に過ごしそうです。あ、本当、ロアさんどうするのかな、あの23日の、うん、参加するのかな、ロアさん来るかな、うん、23日、うん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 、FM ギノアパーティー、そうそう、もし来たらね、うん、前回ちょっと話しかけていただけなかったらんでね、あの糸満の祭りの方で、ああ、ちょっとね、すれ違っちゃったね、ニヤミス、はい、あの面と向かって挨拶できればと、うん、はい、では、クリスマスのメンヘラジオここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はいはい、お疲れさんでした。お疲れ様でした。ロアさん23日お笑いライブ入ってるのでいけませんって。ああ、そうなんだ、うん、23日まさかあの、であの僕らが知ってるやつらのじゃないですよね。やつらって言わないで知ってる方たちのかな、知ってる方たちのあの霧の大壺的なあれ、霧霧霧分からんけどそっか、23日お笑いライブか。残念です。でもいいね、まあ、でもそれもいいね、それもいいじゃん、楽しんできてください。うんうん、お疲れ様です、知念生屋さん。知念生さん、お疲れ様です。今からお寿司屋仕事行ってきます。あ、お寿司屋さん。いいね。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。見つけて。あ、ロアさんは単独ライブですって。うん、あ、そうなんだ。ゴリラコーポレーションの。ゴリラコーポレーション。ゴリラコーポレーションって知らない。ちょっと調べてみよう。うん。なんか気になるわ。俺、高田コーポレーションは知ってるけどな。じゃあ、はい。メリークリスマスでした。はい。じゃあ、お疲れ様です。バイバーイ。推論でー。ネロー。ネロー。あ、めっちゃ。